2年間ヨルダンで過ごされて日本に戻ってこられたじゃないですか、はい、その後すぐにもうフリーランスっていう形で写真化されてらっしゃったんですか。いや実はヨルダンにいる時に APS プログラムっていうのがあるんですけど、うん、アジアピースビルダースカラシッププログラムっていうのがあって、うん、アジアとか世界各国の国が集まって平和構築を勉強するプログラムを見つけて、はい、参加したいと思っている時から応募してたんです。あそうなんですね、はい、それで幸い合格してそれで帰国して2017年の1月だったんでその3月にすぐフィリピンに行く予定だったのでもうバタバタでもう2ヶ月間しかないってことですよね。あそうなんです帰ってバタバタしてるうちにフィリピンにいました、ね、あそうなんですね、はい、APS っていうそのプログラムはいわゆるどういうプログラムなんですかね、はい、日本財団がやってる奨学金プログラムで東南アジアの国際関係とかを勉強したい人が2つプログラムがあって、まあ、最初はまあフィリピンの大学院で勉強してその後コスタリカに行くんですよ、はい、ユニバーシティフォーピースって言うんですけどがあってそこで勉強してまたフィリピンに戻ってきてまた勉強して、はい、卒業して2つマスターが取れるっていう、まあ、2年間かかるんですけど。なるほど、はい、そこで平和構築だったり環境系の学部もあるので、うん、その環境の勉強したりっていう風にできるプログラムです。なるほど、はい、じゃあ実際ずっと今まで考えていた紛争っていうところがいわゆる平和構築に変わって平和構築の中に紛争とかがあるっていうイメージですよね。そうですね。でそこをさらに学ぶっていう観点で APS っていうプログラムに行き始めたっていう感じなんですね。はい、実際それは卒業された感じですか。それは卒業してなくて、はい、英語力が足りなくてフィリピンの大会で途中ついていけたくて、はい、ちょっとスコア落としたんですよ、はい、でコスタリカに行かずに終了しました半年ぐらい。そうなんですね、はい、じゃあその半年で APS のプログラムを一旦辞退したみたいな。そうですね、辞退して、はい、でその後はがっつりと写真家の道に進むってイメージなんですかね。そうですね、そのままフリーにじゃあもう2年後にフリーランスになるとあそういう予定だった予定だったのが半年に、はい、半年後に短縮されて短縮されたってこと。そうです実際半年終わってフリーランスとして写真家としてやっていくぞって決めて一番最初に行った国ってどこですか。その時にもう当時僕が辞退した8月の時点でフィリピンに行ってその当時なんかフィリピンの南部のミンダナオ島っていう島があるんですけど有名ですね、はい、内戦とかが多いんですけど、はい、ここですごい過激派と政府軍が戦闘を切ってしまっていて、はい、近くですごい内戦みたいになってるっていうのがすごい気になってて、うん、今フリーだし行ってみようと思って行ってました。じゃあ内戦のところに行ったってことですね、はい、いや実際そんなに内戦めちゃくちゃしてるところではなくて、はい、まあ、周辺の避難してきてる方に直接お会いしてお話聞くっていうことを、はいはい、してました、ね、ABS 行って辞退してそのままそのフィリピンのミンダナオ諸島っていうところに行って、はい、そこでもうフリーランスの写真家としてもう活動し始めたってことですね行動早いですね実際どうですか行ってみて何感じました。報道されてる印象と違うなっていうのが報道ってどうしてもその紛争の一番激しい部分をフォーカスしてすごい流すので、うん、なんか自分もなんか内心すごいミンダナオ全土がこんな感じなのかなみたいな勝手に不安を覚えてたんですけど、まあ、行ってみたら全然そうじゃない安全な地域とかも全然あって、うん、あ普通じゃんみたいな感じがあってそういうギャップは感じましたね、うん、これよくあるあるなんですけどね、まあ、特に本当に例えば中東とかでもそうですけど、うん、ヨルダンに行くってなって怖いんじゃないのってテロとか大丈夫とかそういった声とかもあるじゃないですか、はい、でやっぱり報道が怖いっていう印象をつけちゃってるっていうのもあって、うん、そこに行きたくないって思う人も多いと思うんですけど、はい、実際行ってみるとそうでもなくて普通だったりね、そうですね、するんですよね、うん、だから本当に危険の地域って絶対あると思うんですけど、うん、あくまでもそれって一部で他のところはそうでもないよっていうケースは多いってことですよね、うん、なるほど。実際初めてのまあ、いわゆるフリーランスとしての写真家で活動だったと思うんですけど、そうですね、今もこれからもフリーランスの写真家としてやっていこうって考えられてるじゃないですか、はい、森さんがフリーランス写真家として何を伝えていきたいかってありますか。当初は紛争の被害とか避難民のこととか伝えなきゃみたいなふうに思ってたんですけど、まあ、実際何か所かいろんな国に行って行ってみたら意外とそうじゃないところもたくさん見て、うん、そうじゃないところが結構大半だったりするところもあるんですよ、うん、本当紛争がその国の一致、はい部分でしか起きてなくて、はい、まあ、もちろん影響は国全体にはあるんですけど、はい、避難民とか紛争とか過激な部分ばかりを拾って伝えてても、うん、マスメディアと変わらないなと思って全体的に、まあ、こういう暮らしをやって
てるっていうのを伝えたいなっていうふうには最近思うようになりましたね。なるほどですね。紛争っていうものがあって、そこに怖さとか伝えないといけないところっていうのは必ずしもあると、まあ、そこはマスメディアの人たちが今報道してるんだけど、それとは別にそこっていわゆる紛争の中のすごく一部の視点で、もっと広い目を見ると普通の生活っていうところも実際あると、でそういったところを森さんが実際に現地に行って取材をしたりだとか、はい、そういったところで写真を撮ったりして伝えていきたいっていう形ですかね。そうですね、なるほどですね。実際例えばですけど、これからフリーランス写真家としても、もう今コロナであまり行けてないと思うんですけど、はい、コロナ明けたりだとか、はい、いろいろワクチンとかの問題で海外渡航が当たり前のようになった時に、どこに行きたいなと思いますか？イエメンはすごい前からテーマでやってるところなので。イエメン、まあ、はい、2019年も行ったんですけど。あ、そうなんですね、はい、ちょっと不完全燃焼で終わってる部分もあって、また行きたいっていうのもありますね。イエメンのどこが森さんをそこまで行かせる動機になるんですか？きっかけはヨルダンでボランティアしてた時に、ヨルダンってシリアとかイラクとか囲まれてるので、そういうシリア難民とかイラク難民とかたくさんいるんですよ。もちろんイエメン難民とかもいて、でも結構日本にいた時からそうですけど、メディアとかで取り上げるシリア内戦が多かったんですけど、なんかイエメンも結構深刻なのにあんまり取り上げられないなと思ってて、でも現地に行くとその現地の衛星放送ってあるんですけど、そこはそのイエメンとかソマリアとかの紛争の報道もしてて、なんだろうな、この報道格差みたいなのがきっかけで、日本で誰か取材とかしてるかなって調べたんですが、あんまりいなくて、自分でちょっとやってみようかなっていうのがきっかけですね。なるほど。じゃあ日本に伝えられる時にイエメンとか、まあ、いわゆるシリアとかそういったところは出てくるんですけど、イエメンの情報がそんなにないって感じなんですか？ね、全然ないですね。なんかいまいち現地の現状ってあんまり伝わってこないなっていうのがすごいあって、実際どうやって暮らしてんだろうなってすごい気にはなってたのもあったんですけど。なるほど。実際あの今後はイエメンっていうところにフォーカスを置いて、現地取材っていうところも今後はフォーカスしに行くって感じですかね？そうですね。じゃあちょっと最後にお聞きしたいんですけど、特に中東とかも行かれてると思うんですけど、そういったところを経験されて日本っていうのはどう見てますか？ヨルダン2年住んでて、すごい現地の人が言われたのは、トヨタの車はすごい丈夫だとか、若い子だとナルトとかワンピースとかめっちゃ好きで、なんか日本に行ってみたいっていうのがすごい親日の印象を持ってくださっていることが多くて、なんだかの中小企業だったりとか、アニメーターとかクリエイターとか、そういう人が一番実は国際協力してんじゃないかなっていうふうに思うようになりました。まあ確かにそうですよね。日本で作った製品とか日本で作ったものっていうのが先進国途上国に関わらずすごく評価されていて、それがやっぱり途上国の成長の後押しをしているというか、そういうイメージがあるって感じなんですかね。なるほど。実際じゃあ国際協力って森さんの中で何だと思います？僕の国際協力は、国際協力と言いながらあんまり支援をしすぎない、いい意味で放っておくのが一番国際協力なんじゃないかなっていうふうには今は思ってます。なるほど。それちょっと具体的にお聞きしたいんですけど、どういう観点で放っておくみたいな感じなんですかね？さっきお話したみたいに日本の文化とか現地の文化とか習慣って全然違うじゃないですか、なんかそういうところで現地の人には現地の人のやり方があったり、合う合わないとかがあるので、そこに自分たちのやり方をこうやったらいいって押すよりも、現地の人が勝手に自分たちの国を良くしていくとか地域を改善していくっていう風に動くのが一番いいんじゃないかなっていうのがあって、まあ、それの後押しをするとかサポートするのがやっぱ一番ベストなんじゃないかなっていうふうには思います。そういうことですよね。あくまでも国際協力の概念っていうのはあくまでもサポートっていう形であって、国の発展とか成長の主体はあくまでもその国の人たちなんだよっていうところですよね。でその人たちが主体でやって、ただそこで分かんないこととか課題とかっていうところをサポートしていくっていうのがいわゆる国際協力っていうイメージなんですかね？だと思います。確かにそれはおっしゃる通りですね。ありがとうございます。最後になんですけど、森さんって経歴としては紆余曲折あるわけじゃないですか。でそれでも国際協力に携わってみて、これから携わりたいって思ってる人たちに向けて、学生の方も社会人の方もいると思うんですけど、アドバイスってありますか？やっぱり僕が実際にニュースを見て、実際現地に行ってすごいギャップを感じることが多かったので、これから国際協力とかに関わる人には聞いてたのと違ったっていう経験をたくさんしてほしいなっていうのがあって、ニュースとかずっと見て分かった気になっちゃうことって、まあ自分もあるんですけど多いと思うんですけど、やっぱ実際に行かないとそういう知識が刷り込まれて、その国はこういう国なんだってステレオタイプで考えちゃうことが多いんですけど、やっぱりその実際行ってみるとニュースとかで聞いてたのと違うじゃないかみたいなとこもあると思うので、そういう意味ではすごいバイアスも取り除かれますし、柔軟に物事を見れるようになるの
かなっていうふうにあるので、時間があればいろんな国に行って違う文化とか、その現地の人とかに触れてみるのがやっぱいいんじゃないかなっていうふうに思います。そうですよね、おっしゃる通りで、実際自分たちで学ぶことと行って肌で感じることってすごくギャップあるじゃないですか。中東とかだったらなおさらで、日本のニュースだとすごく危ない危ない、だから行かない方がいいよ、テロがいっぱいあるから、みたいな印象すごくあるかもしれないんですけど、実際行ってみたらすごく優しくて、日本の文化も知っていて、そういった話もあるから、実際に現地に行って現場で見てみろというところですかね。そうですね、ありがとうございます。最後に、今フリーランスで写真化されてて、はい、ポストカードとか写真集とかもあるんですよね。そうですね、こういう2019年にイエメンに取材に行ったんですけど、はいはい、まあ、それまでにもヨルダンで取材したり、はい、アフリカのジブチのキャンプで取材したりとかしたんですけど、はい、それをまとめた冊子みたいな感じで、はい、写真集を作ったので、はい、よかった。見てもいいですか。はい、私が見たイエメン、忘れられた戦争と忘れられない戦争いいですねよかったら読んでみてください。あとこちらのポストカードも作ってみたんですけど、こういう、はい、これはね、2019年にイエメンに行った時に撮影した写真で作ったんですけど、まあ、こういう風景、まあ、なんかさっきのお話につながるんですけど、はい、戦争だけじゃなくてこういう自然もあったりとか、世界遺産もあるんですけど、結構文化的にもすごい魅力のある国なんで、そういう面でも知ってもらいたいなっていう風に思って作りました。なるほどですね。これもし興味がある方は概要欄にリンク載せておきますので、はいはい、ぜひ見てみてください。はい、お願いします。お願いします。はい、ありがとうございます。じゃあちょっと本日は JICA 海外協力隊についての経験と、今どういうことされてるかっていうところを森さんにお話しいただきました。ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました。はい。